い、今回ですね、報道ステーションのことをまた放送しようかと思いますけども、官邸の圧力が働いたんではないかなということで、今回報じられております、報道ステーションの大量追放ですよね。まあこれどういうことかっていうと、前回も動画でお話ししたんですけども、報道ステーションのスタッフさんがですね、総入れ替えになったということがありました。まあ、それだけはね、単なる一企業の人事なんですけども、まあこれにはいろいろとシナリオがありまして、まず報道ステーションですね、アイムノット安倍という形で最後の放送された、某人がいらっしゃいましたよね。でその後、その時もそうですけども、古舘伊知郎さんはものすごくね、打ち合わせと違うじゃないかということで、ちょっと狼狽したところが見えてましたけども、その後古舘伊知郎さんもこの番組を追われるってことになるんですよね。まあ、ご存知の方もいると思いますけども、時に官邸に鋭く切り込むこの報道ステーションっていうのは、その骨太のな方針がですね、かなり視聴者さんに受けていたんですけども、古舘伊知郎さんも権力側に屈することなく我々に正確な情報を届けてくれたのかなということでございますね。時に憤り、時に喜び、時に涙しという形でございました。さあ、それでですね、ついにですね、報道ステーションのスタッフさんも総入れ替えになるってことなんですよ。ちょっとね、記事の方ざーっとね、気になったところを見てみましょう。2ページ目の冒頭なんですけども、2020年のことですけども、2月13日の抗議集会に参加した元 TBS 記者で、立憲民主党の杉尾さん、ね、参院議員はこういうふうに言っております。テレビ報道で働くすべての人にとって旧ニュースステーション、報道ステーションは特別な番組です。はい。記者は材料を集めてくる人、その材料を腕のいい料理人がコンタクトとして、すみません、コンテクストとしてつなげていく、長年そういう経験をしてきた手だれのディレクターが今回切られようとしている10人の方々です。どういうことかというとですね、この10人の方を中心として、その忖度ない、しっかりとね、いろんな権力者に切り込んでいく、報道ステーションという番組を長年作り上げてくださった方が最後の砦だったんですよ。もちろんフロントでお話しするのは古舘伊知郎さんだったんですけども、やっぱりこういうスタッフさんの気骨をですね、しっかりと表現してくださった古舘伊知郎さんが切られ、その後このスタッフさんがね、切られてくるということになると、もう完全にですね、今度は官邸よいしょのスタッフさんが入ってくるんじゃないかなと思うんですよ。で、もともとこのね、熟練したベテランさんを切る理由が特にないんですよね。で、ちょっと記事を進みましょう。メディア、対策に異常な関心を抱く安倍政権のもと、報道ステーションを取り巻く政治的圧力がいかに強くなったのはよく知られている通りだということでございますね。これです。古賀さんのね、古賀さんです。某人って言ったのはこの古賀さんですよね。このアイムノット安倍発言に対する官邸からの攻撃に、これで経営陣はもちろん報道幹部は早々に屈したわけですよ。統括チープって書いてます。チーフプロデューサーですね。すいません。チーフプロデューサーも配置外の浮き目にあったということですよね。もういろんな方がですね、真実を報道する中で官邸から圧力がかけられて、こういったね、放送というものが監視されていたわけなんですよ。権力者を監視して私たち国民に、反を唱えるのがね、報道の役割、第四の権力というものだったんですけど、もうね、NHK をはじめ各民放も、すべてね、官邸の忖度と官邸の圧力によって、もうその支柱に落ちてしまったということなんですよね。でも、完全にですね、安倍政権っていうのは、すべての権力を一手に握ってしまったんじゃないかなと言えるぐらいです。非常に恐ろしいなと思うんですよね。もちろん安倍さんが、とってもいいね、日本を作ってくれるということを信じるなら、それでもいいんですけども、どうもそうではなくてですね、今回も森友問題でね、赤木さんがお亡くなりになっても、その遺族が、心ながらに訴えても、それをね、軽々にもう無視して、次に進めようとするね、それからまともに答えようとしないと。で、事務方が書いた書類を何回も読むと。そんな無茶苦茶な答弁ありますかっていう話なんですけどね。まあ今ね、まともに話ができるのは、野党の人だけではないかなと思うんですよ。そしてその野党の追及を手玉に取って、のらりくらりとかわすね、安倍総理はじめ、与党の皆さんね、ちょっと痛々しいなと思いますよね。真偽に厚く嘘が言えない、外交も歴代の総理でこれだけのことをやった人はいないと、安倍独裁と悪くを言われるのはあまりにも実行力がありすぎるから、なるほどね。
まあ、こういうことも書いてますよね。この辺も込みでね、ちょっと記事の方をしっかり読んでもらいたいと思います。私がね、この記事を読んでコメントをすると、またね、良くない言葉が飛び出たりしますんでね。まあここだけちょっとしっかりと読んでおきましょうか。官邸とのつながりが深まり、番組のお目付け役である、まあ三代氏っていうんですかね、三代氏への忖度が強まるほど、早川会長らテレ朝上層部と報道ステーション現場スタッフとの意識のギャップは広がっていたに違いないということですね。まあ、これが人事の決定的な要件だったんじゃないかなと思いますよね。で、黒と白を嘘つきを通しても総理大臣の地位にとどまるのができる歪んだ政治状態を許しているのは誰のせいなのか。今や定番となった結論、野党の不甲斐なさを使うのもいいが、マスコミの堕落はそれ以上に深刻なんではないか。まあそうなんですよね。あの野党の不甲斐なさっていうのはある意味そうなのかもしれませんけども、いや、しっかりと追及してくれてますよ。で、そのしっかりとした追及をですね、マスコミが扱わずに流さないんですよ。で、野党がね、ちょっとね、まあ、へこんだところを流したりとか、妙な編集で野党が余計なことを言ってるような、そんなね、演出をかまして我々国民に届けるからおかしくなるわけですよ。やっぱりね、あの暇な人、私もそうですけども、暇な人がね、ずっと予算委員会を見てたら、いかにね、堕落した、まあなんて言いますかね、官邸側、そして鋭い追及をもう悪ことなく繰り返す野党のね、皆さん、この構図、本当にまるで逆のように思えると思うんですよ。いや、私はね、あの本当にこの今野党で頑張って質問してらっしゃる方が集まって政権を握ると、どんなにいい世の中ができるかなと思うんですよ。まあ、ただね、権力を握ると追及される側になるとまた変わるのかもしれないですけどね。まあ、報道ステーション、本当にいい番組がなくなっちゃったなと思うばかりでございます。皆さんはどういうふうにお感じでしょうか。それでは、あの記事の URL を説明欄につけておきますので、そちらの方でね、私と一緒に憤りを共にしてください。では失礼します。